編集チャンネル。本当にキャッシュがきつかったり、やっぱり従業員の給料は絶対遅れちゃいけないから、はいはい、そんなにキャッシュがなかったら本当に翌月の家賃の振り込みを、うん、もう今キャッシュないんでできないんで、うん、あの保証金から充当してくださいと、はいはいはい、結構今やっぱじゃあチャッピーさんの周りもやばい人多いですか？やばい人めちゃくちゃ多いよね、うんうん、もちろんチャッピーさんはかなり潤沢な資金をお持ちだと思うんで、うんうんうん、あのチャッピーさんほど持ってる人は世の中多いわけじゃないじゃないですか。いやでもね本当ね、うん、あのやっぱキャバクラあまり行かないからね、はい、それでお金使ってなくてよかったなってこういう時思うよね僕もだから別に余裕とかじゃないんですよ正直、うん、売り上げだって持ちそうだしけどちょっとねガチすぎて、いやそうですね、ちょっと言えないですよね、うん、こういうのはだからやっぱ僕も、うん、これが例えば2ヶ月後に終わると決まってるのであれば、うん、僕は別に、うん、僕もちなみにさっき言ったあのコロナの日本政策休高校の融資、うん、あの今行ってるところなんですよね、うん、まあ、別にそれ借りなくてもなんとかなるんですよ、はい、ぶっちゃけ、はい、ただもしかしたら1年続くかもしれないじゃないですか、うん、1年続いたら僕も潰れるし、うん、まあ、世の中の多分ほとんどの店が潰れますよね。そうですね、チャッピーさんがやばかったらもう8割以上やばいですね。まあ、まあ、まあ分かんないですけど、うん、でも本当に分からないじゃないですか、うん、僕は結構予想してる未来は、うん、いわゆる外出禁止になって、うん、まあ、これは今回1ヶ月じゃないですか、うん、ただこれは伸びる可能性も結構あると思うんですね。ありますね、うん、で例えばまあこれが2ヶ月とかで1回外出禁止が解けても、うん、海外の例を見てると1回解けて、うん、でまた増えてきたらまた閉めるみたいなことを繰り返すんですよ多分、うん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 、昨日とか一昨日までって外出禁止出てないけど自粛期間だったじゃないですか、はい、この自粛期間ですらもうほとんど外には人が出てなくてほとんどの店の利益が下がってると、はい、じゃあこの外出期間が終わった後もまた結局自粛が続くわけであって、うんうんうん、おそらくはい今日外出解けたんで明日から遊んでいいですよ、うん、とは多分ならない、ならないですよね、ならない、うん、飲食店とかさっき言ったじゃあ伊勢丹とかデパートとかは営業するかもしれないけど、うんうん、この後おそらく何万人と集まるコンサートができるかって言ったら、うんうん、僕は結構厳しいんじゃないかなと思って、そうですね、ってことはこの後も営業はできるけどやっぱ元通りの売り上げには全然戻らないと、そうですね、じゃあこの期間がどのぐらい続くかって言ったら、うん、あまり僕も難しいことわからないけど、うん、ワクチン作るまでなんか1年とかそれを試して何年とかって言って、うん、みんなに行き渡るのってすごいうまくいってもなんか2年とか2年半って今言われてて、うんうん、じゃあ僕は本当に2年ぐらい元の売り上げには戻らないという覚悟ですよね。本当にいつ終わるかはこれ誰にもわからないから、うん、でもやっぱり経営者たるものやっぱりそのぐらいは先を少し考えて、うん、キャッシュは今なんとか持ってないと、うんうんうん、って感じだよね、まあ、なるほどですね。だからさっきカブちゃんとも少し話してたんだけど、うんうん、まあカブちゃん融資とか全然知らないし、うん、別に僕そんな借りなくていいとは言うけど、うん、これがさこのあと2年とか3年続いて、うん、じゃあさすがにクライアント減っていくじゃんやっぱり。そうですね、間違いないです。だからそこまで考えたら、うん、言い方あれだけど借りれる時に借りた方が、うん、まあいいかなっていうね。そうですね、今その日本政策金融高校の3年間無利子でやってくれてるから、うん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 、まあっていう話だよね。なるほど、うん、よく倒産って言うじゃないですか、うん、あんまそういう話でないと思うんで、うん、あえてこうもう一回聞くんですけど、うん、手持ちのキャッシュなくなりました、次の月も不動産のお金払わないといけません、うん、人件費も払わないといけません、でも払いませんって、お金ないもんだってってなったらどういう風になっていくんですか、経営者目線で言うと。まあ、正直僕も今のところ倒産しそうとか全然考えたことも1ミリもないんで、うん、正直あまり詳しくないんだけど、はい、払えなくなったらそこでもう弁護士とかに相談してあの破産手続きに入るよね、はい、破産するということは自分は代表取締役だから、うん、自分も基本的にはもう自己破産だよね、はいはいはい、それなんでかっていうと大体保証人でいろいろ入ってるから、はい、自分も自己破産しなきゃいけないよね。自己破産すると払わなきゃいけなかったものを払わなくて済むようになるんですね。あんまりここ詳しくないんだけど、はい、まあそうだと思う、うんうん、今僕日本政策金融高校とか行って、まあこれお金借りた人なら経験あると思うんだけど、うん、今その国って連帯保証あまり求めないですよとは言いつつ結構入れられるのね、うん、結局、うんうんうん、でもその連帯保証に入ってなかったら、うん、会社が潰れた時に自分が保証に入ってなかったら自分は OK なわけであって、はいはい、うん、そこで保証に入るとちょっと金利が安くなるとかで、入んなかったらちょっと高くなる、うん、なんか2択でたまにどっちがいいですかって言われて、僕は余裕で入りますね連帯保証、うん、もう自信があるんで、うん、会社潰れたら別に自分破産で僕はいいと思ってるんで、はいはい、うん、まあ、でも給料だけじゃなくてやっぱり破産するってことはその結局債権者というかその仕入れ先だったりそういうところがみんなもらえなくなっちゃうからね。チャッピーさんと普段お仕事とかも一緒にさせてもらってたりすると、お筋とかじゃなくてやっぱどんなビジネスやるときもチャッピーさんの目線って常にこうお客様目線というか、僕なんか普段から多分言うと思うんですけど、これってビジネス始めるときとか、もちろん会社員として働くときもそうなんですけど、これがなんかこう戦闘力に直結するなって僕は思っていて、それはまあその通りというか、例えばサラリーマンの人も自分の会社潰れたら次どうしようかと思う人ってまあいるじゃないですか、うんうん、
年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。